フォールアウト4週末世界ガイド、はい、始まりました。皆さんどうもお待たせいたしました。はい、この番組ではですね、日本では12月17日に発売されますフォールアウト4の最新情報をお届けしていきます。2週間前のですね、前回に引き続きまして MC 私フォールアウト完全に初心者のまま2週間引きずってまいりました。ゆげと申します。よろしくお願いします。そして、本日ご一緒します、じゃあ、はい、ゲーム実況者のエレコです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、エレコさん、わわわわ。はい、そして、はい、日本語のウィキをですね作成管理しておりますぬか漬けと申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。前回引き続きよろしくお願いします。エレコさん今回初めてで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この3人で本日はお送りしていきたいなと思います。皆さんもぜひぜひのコメントをたくさん、書いていただけるとありがとう、ありがたいなと思います。いや今日もですね来ましたね、ぬか漬けさんお世話になっておりま す、というこちらこそありがとうございます。なかなか聞かないだいぶお世話になってる人たちが、はい、たくさん、皆さんあってのいい曲なんでね、いやいやいや、全部でもすごいですね。はい、ということでですね、エレコさんはですねこの生放送初登場でございます。はい、このフォールアウト自体のプレイ経験はプレイ経験はとりあえず、はい、メインクエストを1年放置したまま、はい、Z ウエストランドを旅して、はい、で3つ目のダウンロードコンテンツが、はい、セーブクリアしたセーブデータを使って遊んでくださいってなってたんですよ。はいはい、急いで1年後にクリアして、今に至ると、はい、僕は初心者なりに、まあ、前回2週間前に、はい、まあ、この生放送でいろいろフォールアウトのことを触れさせていただいて、はい、だからメインストーリー行かずも寄り道しかしてなかったってことですよね。そうですね。そういうことになります。まあそうはそうなるっぽいですよね。ただコメントでもぬか漬けさんにはお世話になりましたってあるんですけど、私も実際プレイしてた時は、うん、すごいぬか漬けさんのウィキをもう見ながらやってたんで、はいはいはい、もうここで先ほど会った時にお世話になってますって初対面なのに。いやもう多分やってる人みんなぬか漬けさんに会うためにお世話になってますって言うんですよ。もうだからフォールアウトのイベント会場とかにぬか漬けさんゾーンを置いておきたくて、もう握手会になりますよ。握手会、ぬか漬けさんお世話になりましたブースみたいな、ブースみたいな、はいはいはい、ただのおっさんなんて全然、はい、いやいや、そう、もうみんなもコメントもそうです、寄り道がメイン、そう、メイン終わらせたくないゲーム、そんな感じなんでね、僕も全然ね、触ってないので触らなあかんなとは思ってるんでございますが、はい、ぬか漬けさんはね、はい、発売はまだ4はあと12月17日なんで日本語はまだなんでございますが、そうですね、最近はどういう日々を過ごしているんですか。ちょっと最近ギリギリになっちゃったんですけども、はい、うちのウィキの方でメニュー画面を作りまして、うん、フォールアウト4の、はい、もうじゃあもういつでもその内容を充実させる準備ができていると。まだ中身空っぽですけど、はい、いやもうちょっと一応メニューだけは、はい、外側はできていると、はい、側だけできております。もうこれ皆さんもうお世話になりますよ。またまたここから、はい、12月17日以降ね、たくさん充実していき、またまたお世話になりましたの日々が多分ね、始まるとは思いますが、そう、僕もお世話にならなあかんなとは思うので、はい、4出たら僕もじゃあちょっと買ってやってみようかな、はい、その時お世話になりました、はいはい、ということでですね、本日はフォールアウト尽くしの1時間、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。いや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 、もう前回ね、先々週見てた人2週間前もね、ぬか漬けさんご一緒しましたけど、その時は大将さんが一緒に行ってくれて、その放送見た人、見た人結構見てるんかな。の結構私もちょこっと見ました。あ、マジですか。そうそう、もうね、本当ね、すげえなと、みんなもうテンションが高くてなんやろうな、やっぱこういうゲームってなんかいろんな自分のことを言いたい人とか結構いてるんやけど、うん、それよりもあるあるとか楽しみとか、なんかそういう風な雰囲気が結構多くて、あ、すげえ愛されているゲームだなと、はい、1ヶ月が辛い本当に辛い本当に辛 い、 いや、そうですよね、まあ、これだけ、まあ、でもまあ今日はですね、その期待をさらに辛くしてしまうんじゃないだろうかというですね、たくさんの情報を、なんとぬか漬けさんも結構持ってきているという感じなので、はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。はい、はい、ではでは、最初のコーナーに行ってみましょう。リアルピッポーを体験しよう。さあ、僕がですね、今これ体験しようって言って、もうまるで知ってるかのように言ったんですけど、まあ、ピップボーイを知らないんですよ。まあ、知ってる方々ばっかりだと思います、生放送も。はい、ですが、まあ、知らない方も多分僕みたいにいてるとは思うので、ちょっとぬか漬け先生に、はい、ちょっと紹介していただこうかなと。はい、ピップボーイというですね、はい、装置が出てくるんですけれども、うんうん、ゲーム内の自分のスキルを確認したりとか、はい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 、レベルを確認、はい、いわゆるメニュー画面ですね。うんうん、でそれは
どっから表示しているかというと、はいはい、その主人公がつけている機械を、はいはい、あなんか自分が見て腕になんかこういうつけるやつがあると、はい、その見て、はい、まあ、設定しているっていう設定なんですね、うんうん、なのでその機械をピップボーイと呼ばれます。あ、なるほど、はい、でオファーロード1からずっと出てきていて、うんうん、で4では、ピップボーイ3000マーク3000マーク4マーク4めちゃかっこいい登場する。いろいろアップデートされてきてる。アップデートされてきてる、はい、そうなんや、はい、あそういうのがめっちゃでかい腕時計。なるほど、 そう、はい、あそうなんですね、うん、はい。そしてですね、そのピップボーイで、まあ、体験しようということなんで、まあ、ゲームをするわけではないんです。今日はですね、なんと、フォールアウト4の限定版ピップボーイエディションっていうのがございますが、そちらに入っているものを一部ご用意いたしました。素晴らしい、すごいでしょ、うん、もう生産真っ只中状態らしいです今、うん、その生産真っ只中の限定版を工場から拝借してなんと持ってきていただいたのでですね、まあ全部ではないんですけども、まあ、一部でございますが、ちょっと紹介していこうかなと思います、はいはい、これが本物のピップボーイがなんといろいろですね、そういうケースが今僕の足元にあるんですね、はい、これ、あ、じゃあこれちょっと後にしようか。ちょっと今ケースがここにポッとあるんですけど、はい、これね、はい、もうここ2人はすごいテンション上がってるんですよ。テンション上がってる。そう、僕はもうそこについていけないのが悔しくて。ちゃんとここに110にして、そうそう、あ、ほんとだ、111って書いてる。111ですね、はい。みんなめっちゃテンション上がってる。そう、でかい。僕結構あの、ね、男の中でもでかいので 顔のロベトだって。そう、でも僕も顔でかいんであんまちょっとわかんないんですけど、でも、 でかいもん。僕結構身長180ぐらい、180弱ぐらいの男のこの肩幅に迫るぐらいの箱ですからね。まあこれね、中にですね、なんとあのピッポイが入ってるんですが、はい、ちょっとこれを触る前に、じゃあさっきこちらを、はい、はい、まず一つのポスターがあるんですけど、はい、じゃあ、あの、はい、開けていただいて、まあ、これもですね、はい、中に入っているグッズというか、はい、これはスタンダードエディションにも入っているパークスのポスターですね、はい、はい、こうなってます。パークというのは何なんですか、はい、パークっていうのはですね、あの、うん、ゲーム中に登場する、まあ、特殊能力ですね、うん、はいはいはい、でレベルが上がると一つだけ習得できるという、うん、はいはい、あ、それも先週もそれなんか聞いた記憶がある。そうです、そうそうそう、あの、うん、いろんなね、あの、そのそれがいろいろ紹介されていくみたいな、はい、YouTube とかで、ね、そうですね、はいはいはい、でこれが実際にゲーム中にも登場するんですけれども、うん、それを、まあ、リアルにポスターとしてついてくるというグッズになってます、うん、はい、めっちゃありますよ。ありますね。そう、 今画像とにらめっこしながら悩み中、はい、そう、悩むほどいっぱいあるっていうことですよね。これだけで一応70個ありますね。70個、それぞれまたランクがあるので、はいはい、全部で270以上でしたかね、うん、そのぐらいあるはずです。270、はい、それもそれって一個一個に、はい、あのそういうパラメーターみたいなのがあって、それがカンストするどうたらみたいなのもあるんですか。そうですね、あのどんどん最初は 25% なのが強くなると 50% 強くなるとか、どんどん上がっていきますね、はいはいはい、もうそんなんやりたい放題じゃないですか、はい、もうやり込み要素が半端ない。そうですね、半端ないですね、で自分の好きなようにキャラクターを作れるので、はい、これエルコさん結構こういうのはあれですか、もうカンストしたい勢なんですか。したい勢ですね。だからなんだろう、こう言ったらもう全部この一列をマスターしたいぐらいの勢いで埋めていきたいタイプなんで、はいはいはい、全部解放するみたいな。解放したいですね。できるならしたいです。いはいはい、いや、それはもう自分好みのキャラに自由度が高いというか、はい、ああそうなんや。またこれはゲーム中で動いたりするので結構面白いですね。うん、まあ、今ね、このポスターはあれですけど ね、 そうですね、ゲームではどんな感じになってるのか、もうだってもう見るだけでちょっと何かこれ何やろみたいな。この絵は何だろうみたいな。そうそう、普通にいろんな、ね、この、まあ、漫画というかこういうデフォルメ、言うてもデフォルメの可愛い絵じゃないですか、はい、ただやってることの内容がなんかピンとこないけど、なんかスーパーマンみたいなのがいたりとか、はい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 、ね、はい、これ何なの、これ動物をなんか銃で撃ってそうやけど動物変なオーラまとってるみたいな。これは一体どういう能力なんだろうみたいな。そうですね、まあ、これ見て一日過ごせるなみたいな、うん、そういうの、そういうポスターが入っておりますと、はい、はい、ではでは、そしてそれも中に入っておるんですが、はい、やっぱこれですよね、今日は気になるのは、気になるこの大きいピップボーイをちょっとじゃあ開けてみます、はい、あ、これ、あ、押した、じゃあこれも開くと思います。はい、ちょっとパッと開けてもらっていいですか、ちょっとアップ、じゃあアップでいきますか、はい、これはもう多分大丈夫です、もうこう押して、もう押してあるんで、もう蓋を開けていただけると、ここをこう、おっ、出ました、じゃーん。さあ、じゃあ取り出しまして、取り出しますか、ドン、でかい、結構でかい。はい、
箱は下に置いても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。下に置いてみましょう。ちょっとピップボーイ説明書も入ったりしてるんですけど、はい、こちらがピップボーイ実物ドン。あ、動いてる。そうそう、これはですね、実際に中にですね、まあ後でも紹介するんですけども、あのスマートフォンで遊べるアプリケーションがあって、それをここになんと内蔵できて、まるで本当にここで触ってるみたいにできるという。もうすでにこれは入れてある状態、今入れてある状態です。今、はい、動いてるんですよ。はい、で今日はですね、これつけてちょっと触りたいんですけど、ちょっと僕つけさせてもらっていいですか？はい、どうぞどうぞ。ちょっと、いやでも2人もつけたいと思うんですけど、あとで、じゃあの時間制で10分交代でつけていきましょう。回して。そうそう、これ僕で腕が入るかなぐらいの感じなんです。僕腕とか太くて、以前別のなんか、まあ一応子供用のなんかこういう腕につけるおもちゃみたいなのあったんですけど、余裕で入らなかったんでそうそう、ちょっとつけてみよう、はい、よし、あ、大丈夫、よかった、入りました。お、ついた、ついた、でーん、でかい、でかい。いやでもこれワクワク、こんなんワクワクしかしないでしょ。しない。ここのこれとか、そう、一応まあまあ、そのこれが、まあまあすごい動かせるけど、まあこれがほんまに動いたらガチガチにもうフォールアウトの世界になって、僕の日本とか我々のいてるところが危ないことになってしまいますけども。いやでもなんかほんまにすごいな、これで実際これが触れるから、はい、ちゃんとピップボーイを触っている感じになるんですよね、これ、はい、うわ、ワクワク、絶対男の子ワクワクするやつ、すごい。そうそう、ミサイルです。ミサイルは出ないです。そうそう、あ、そうそう、一応ね、海外外国サイズとかやから僕でもいけました、やった。はい、でですね、そう、先ほど説明しましたこのピップボーイ、実際ですね、スマートフォン用に配信されているコンパニオンアプリを使ってゲーム内に登場するピップボーイをそのまま体験できるというですね、はい、ほんでだからこれも今ここスマートフォンがここに入ってひょこひょこ動いたりしております。はい、で、ですね、アプリはそのまま、全て英語なんでございますが、今日はちょっとそれをいじりながらフォールアウト4の世界観を確認していきましょうということです。はい、まあ、一応ここにも入っておるんですけども、まあこれ、いろんな技術的な、ね、あのものもありましてですね、まあ、一応また別の、こことは入ってるのとはまた別の端末がありますので、そちらをちょっとですね、はい、触っていきましょうと。はい、はい、ではでは、これをじゃあちょっと、いいですか、はい、じゃあ俺はあのそうやってあの連動して触ってることにしてフリしてフリこうやって触ってるフリしてください。あ、動いた、どうしました、動いた、すごい、これ起動ですね、起動しました、起動してる。わあ、それっぽい、これがここでもうわってなったら、今ユゲさんのところでこうやってる、動いてる。で、フルスクリーンですね、フルスクリーンにします。で今日は、デモモードで大丈夫なんですかね、はい、デモモード、はい、そう、これプラットフォーム選べると、うわすごいな、すごい、いや、すげー、もう出来がいいっていう言い方をするとめっちゃ上からみたいになるけど、うん、ほんまに出来がいい。でこれ実際あれですよね、はい、あのゲーム内みたいに、うん、この今iPhone、 iPhone で操作してるんですけど、はいはいはい、実際あれですよね、ゲーム内と連動してるってことですよね、はい、まあ、実際だから PS4 のフォールアウト4で実際やっているのと同じパラメータとかここでいじれると、そうですね、自分と連動できますので、はいはい、はいはい、でここでは例えばあの回復させるアイテムの、うん、スティームパックっていうのがあるんですけども、はいはい、このアプリで使うと実際のゲーム上でも即反映されるということになってます。あ、そうなんや、すごいな、それ、あの武器を変えたりとかもこの中からできますので、はいはいはい、もう自分もそうですよね、はい、もうここでだからあのいろんなスキルとかパラメータを割り振ってる状態になるってことですね。そうですね、はい、もう自分がだからそのキャラになりきるみたいな、はい、あ、動く、ね、うわすげえ、マップも出てる、動く、動く、マップ出てる、ラジオも一応ここでどのラジオ聞くかっていうのを選んで、はい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 、聞くっていうのできるんで、ラジオもありましたね、はい、なんかすごい、謎の DJ が急に混戦してくるみたいなラジオとかなんかありましたねすごいな、すごい、よくできてるというか、それがこのピップボーイの中にこうやって入るんで、そうですね、本当に臨場感、うん、もう実際ほんまや、すごい、なんか現実と混合してきそう、このアプリはもう自由にダウンロードできるので、はい、はい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 、あ、これ一旦パスをして、はい、うーん、なるほどね、うん、そういうのもできると、はい、はい、で、歯車、あ、そう、今マップをもう一度見ていただいて、マップを、はい、はいはい、マップをもう一度見ていただいて、
はい、はい、でその歯車の位置がですね、はい、ボルト111の拠点の場所でございま す,、はいすね、スタート地点です、ね、スタート地点、はい、なるほどね、はいはいはい、で、この全体の全体がね見れる 広いですね、広い馬これすごい広いですね、すごい、でこれをですね、なんと Google マップを用意していただいてるらしく、なんとそれの位置を確認できるみたいです。マップ、Google マップで。今出ますかね、画面。Google マップの画面。何が来たけど、フォールアウト初見でも楽しめるかな。楽しめる。これを見たら、フォールアウトがどういうゲームかっていうのは分かります。ボストン。あ、今も Google マップのこのボストン。このフォールアウト4が、はい、ボストンが、そうですね。あれですよね。はい、そうそうそう。なんで、ボストンの、これ、寄れます？リアル地図。今、リアル地図です。今、リアル Google マップが出ています。はい、このボストンが、その、フォールアウト4のそのなんですか、舞台、舞台、そうそう、舞台、今その舞台っていう日本語が出てこなくてどうしようと思ってやば、 MC なのに、はい、なるほど、でさっきの歯車の位置、歯車の位置どの辺にあるんですか、そうですね、ちょっとこの北西っていうんですかね、田舎の方だと思いますね、はい、その辺、その辺なの、大体この辺、この辺、大体この辺、ウィンチェスター、メドフォード、モールデン、もう全然分からへん、あでもハーバード大学ありますよ、そうですね、ハーバードと、もう一個その下の方に、はいはいはい、マサチューセッツ工科大学もありますね、マサチューセッツ、はい、マサチューセッツって今普通にスラッと言えましたね、さすがに噛むかなって思ったら、いや全く噛まなかった、っあのあやべえボケ潰したって思っていやいやすごいちゃんと言えた、俺もちゃんと言う、結構ちゃんと言う、あ出た、出た、近く寄りまして、ここもここもフォールアウトの世界では大変なことになっているってことですよね、そうですね、この辺の味波が、はい、リアルボルト行ってみたいな行かない方が良くないですかはい、そしてですね、まあこういうふうに、まあこれ、まあ、リアルな、まあ、ボストンの周辺ですよという地図も見まして、はい、でスペシャルについてちょっと、はい、聞いていきたいんですけども、そうですね、はい、この左上のスタットというところから、スタット、はい、スタット、はい、そう、スタット、ちょっと待ってくださいね、はい、反応が、あスタット、スタット、あこっちも触れるぞ、はい、やったぜ、でスタット、はいはい、で今2個目にこのスペシャルってあるんですけど、スペシャル、はい、これ何だろう、これがですね、うん、まあ、基本となる能力ですね、はい、この7つの SPECIAL、うん、はい、この頭文字を取ってスペシャルと呼ばれてます、はい、これはもう知らない、もう知ってる人はもう申し訳ないです、知ってる人は申し訳ないですが、はい、僕も知らないので、そうですね、なるほどね、これが全部ストレングス、まあ、あの簡単に言うと強さとか速さとか、はい、そういうところの基本的な能力を意味してます、はいはい、でこれが最初にですね28ポイントあって、うん、はいはい、うん、それをどういうふうに振り分けるかでキャラクターを作る、はいはい、あなるほどね、それでもその時点で個性が出ちゃ う, う、ね、みたいな、こう、はいはい、筋肉を強くストレングスを上げて、うん、インテリジェンスを上げて、はいはい、あの筋肉でいってやるみたいなキャラクターでもいいですし、力でいけるし、まあ、別の、そうですね、ストレングス、パーセプション、はい、パーセプションは知覚力ですね、知覚力、はい、周りのこう見る能力、はいはいはい、はい、知覚力、こう合わせるとこの右の方に図が出るので、はい、ちょっと、はい、これですね、あなるほど、そうですね、こういうあの能力だよっていうのが、五感がすごいよみたいな、はい、エンデュランス、エンデュランス、これ耐久性ですね、耐久性、はいはい、とカリスマ、カリスマ、これがまた面白くて、あのカリスマ、こう説得で相手を、ああはい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 、はい、そうですよね、言ってます、先々週言ってました、前回の時に、はい、その戦わずして説得して戦いを切り抜けれるみたいな、はい、でインテリジェンス、これそのまま知性ですね、うん、知性、はい、アジリティ、アジリティ、これが速さとか、はい、敏捷性とかですね、うん、でラックが運、ラック、なるほどね、はい、これエレコさんはどういう風にいつも取るんですか？もう運全振り、ラック全振り、全振り、0000028 あ、でも、あの、はいはい、確か10マックスなんで、最高10マックスなんで、はいはい、だからまあ2つを10にするってなったら、私は運 と,、はい、カリスマかな、あげるとしたら、戦う気あんまないですね、ないですね戦いなしで行こうと、戦いなしで、まあ、そういうプレイもまあもちろんできると、うん、はい、いやでも僕はもう絶対ね力十にしちゃいますね何かあってもいいようにまず力で何とかしていきたい、あ、ただ
力を上げると、はいはい、うん、持てるカバンの容量が大きくなるとかっていう、あ、そういうのもあるんで、はい、あ、なるほど、結構いいですよ、力上げるのも、はいはいはい、いや力なかったら物持てないんですよ、物持てないんですよ、そんなところまでそういうのもあるんですよ、はいはいはい、だから必要ですね、うん、あ、なるほど、運を上げると、うん、クリティカル率が出るみたいな、一応全部に効果があるんで、もう本当にプレイヤーが好きにうんうん、やりたいことでもう上げていっていいと思います。みんなあのプレイされている方、コメントの人たちはどういう振り方をみんなしますか、まあ、人それぞれやと思うんですけど、うん、どういう振り方するかな、みんなコメント、まあ、分かりやすく何度もプレイしても悩む、結構はなんか本当に個性出そうな感じはしますよね、はいはい、うん、そうですね、うん、ちょっと僕結構つけたんで、じゃあ次エレコさんつけますか。つけれます、つけれます、入るかな、大丈夫、俺が入ったんで、左手でちょっとみんなちゃんと書いてる。あ、ちょっと待って、はい、これをこう、あ、ちょっと持っといてください。順番性大人が何をしてるんだろういやでもこのテンション上がるよな、上がりますよこれ、はい、大丈夫ですか。あ、大丈夫だ、私でも入った、はい、着いた、あー、かっこいいかっこいいラックプレイが超楽しそう、なるほど、あ、じゃあこれでピッピッピッってやって、これは取れるんですかね、これは。これはまあ基本ついてる、ついてるですかね。インテリジェンス、ストリングス上げのインテリマッチョ、ラックとインテリジェンス、まあみんなそう、ラックでも上げてるな、わかる気がする。でもラック上げたい、コスプレみたい、そうそうそう。ぬか漬けさんつけます？はい、ぜひ。ぜひ、これは、これはこれで外して、ここから、はい、いや、これはそれは夢中になるわ。これも多分結構、あ、なんか中学生ぐらいのフォールアウト好きとかの人とかやったら、もうこういうの家にあったらもうつけたまま寝そうですね。夜とか大事にしながら、まあ、ラック上げればラック楽やって、ちょっとどうしましょう、このコメント、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、中学生変え、あ、変えません、あ、そっかそっか、そうや、大人や、素晴らしい、じゃあ大人が喜ぶやつや、素晴らしい、深澤さんテンション、いや、素晴らしいですねこれ。ちょっと実際これでゲームやるかあれですけども、はい、いやでもなんかつけてたらねそうですね、楽しいですね、いや面白い、なるほど、はい、がっちりしてます、はいはいはい、まあ、そういうのがスペシャルだと、はい、ちょっとぬかづけさん、じゃあつけときましょう、はい、はい、気をつけてやりましょう管理人嬉しそうって嬉しそう嬉しいですはい、ではではですね、そしてこのアプリでは、スマートフォンのアプリではですね、なんとミニゲームが、プレイ可能だと、はい、いうことでですね、じゃあちょっとやってみましょうか、やってみましょうか、じゃあミニゲームはこれは、この右上のアイコンですね、これですか、ね、はい、じゃあエレクさんやってみますか、アトミックコマンド、コマンド、はい、コマンド、これ大丈夫なやつですか、大丈夫ですよ大丈夫ですか大丈夫大丈夫か、大丈夫ですか、大丈夫ですかいやいや、この画面があんま大丈夫じゃないんだよ大丈夫ですか、大丈夫じゃないんだよ、大丈夫です、はい、大丈夫ですか、これは実際ゲーム内でも、はい、出てきます。あ、出てくる。はい、これデモで、はいはい、遊べるという内容ですね。あ、なるほど。はい、あ、なるほど。ちゃんとこれもアプリ、これだけ遊ぶだけでもこのアプリケーション面白そう。そうですね、はい、あ、でもやっていいんですか。やりましょう、やりましょう。じゃあ、はい、エルコさんやりましょう。え、これは、はい、あ、これはじゃあそれに向かって押すと。ミサイルを、うん、あ、やばいやばいやばい、全部核ですからね、え、マジで全部核ですよ、やばいやばい、あー飲まれる、あ、終わる、あ、終わる、早いわ、早いわ、一応クリアですけどね、これ、あ、これクリアない、一応まだ残ってたので、あ、そうかそうか、そうです、え、これ難しくない、多分タッチして、タッチすると爆発するから、それに巻き込んで、このミサイル、核たちをなんとか上空で爆発させる、オッケーオッケー、軌道を予測してっていうところですね、なるべく建物に、オッケーオッケー、あの飛行機とかも潰していいんですかね、これ往年のゲームのパロディーなので、はい、そうですよね、はい、ミサイルコマンドですね、はいはいはい、往年のゲームのね、はい、パロディにしては結構振ってくるもんが、えげつないですね、最初の画面からすると振ってくるもんは確実に核だなやばい、結構難しい、むずい、これむずい、予測がむずい、ああそこがやられちゃうと思うこれダメですよね、砲台がなくなったから、え、砲台がなくなったらダメなの、あ、いける、建物がある限りは、そうですね、右の建物を守ればマジで、はい、じゃあ今日はもう1時間私これで最悪も来てますあかん、むずいけど、あの右だけに建物になったから今逆にちょっとまだ来てる、まだクリアしやすい、来てる危ない危ない、拡散なんですけどその近距離で拡散はやばいな
面白い。面白い面白い。ちょっと。僕もやっていいですか？ちょっとやりたい。ちょっと私が何個か建物を壊して。崩壊崩壊。あ、結構湯気さんうまい。あ、いいですね。あ、やばい。あ、爆発のその。あ、危ない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 。あっ、ね。ギリギリいけました。でもこれ結構拡散するのマジで怖いですね。あー、砲台が終わる。あ、これで攻撃され放題や。まだ残ってるので大丈夫です。ギリギリ、はい、大丈夫大丈夫。放題をあのタイミングでされると終わっちゃうんですね。だから予測、流れ予測でこのこっちの爆発のポッ、ね、えげつない、えげつない、えげつない。あ、うまい。これも終わり。おおい、あ、まだ、おい、あ、すごい。まあ、こういう風に遊べるゲームも入っておりますと、はい。いや、面白い。これ他にもなんかどっかで見たことのあるゲームのそっくりなゲームが出てきたりするので、はいはい、はいはい、そういう収集要素もあります。あ、収集要素もある、はい、そして普通にゲームとも連動していろいろ見えるという、はい、はい、そういう、ね、スマートフォンアプリもございますので、取り入れてプレイしてみるのはいかがでございましょうか。ぜひ、はい、あのフォロワー付きの方やってみてください。はい、以上、リアルピッボイを体験しようのコーナーでした。はい、そしてではここで一旦 CM に行きたいなと思います。はい、CM の後もまだまだ続きます。じゃあ CM、ズドン。